横浜。クラブチームアジアナンバーワンを決めるアジアグレートクラブカップ第4節。今日の試合、実況八塚博士、放送席には理論派解説でおなじみの反町康晴さんがいらっしゃいます。大勢のサポーターで埋め尽くされました。取り急ぎスターティングメンバーの紹介です。画面の左側にエンドを取りました。黒と黄色の縦縞のユニフォーム、ジェッタ。ゴールキーパーはオマティ。ディフェンダーはアルサファル、アルヤズミ、ブライアント。ミッドフィルダーはサラム、アルタイム、アラジ、ナジール、ロンメル、オロフィーノ。フォワードはオナティ。システムは3-6-1。サイドから攻撃を組み立てます。これに対します、白のユニフォーム横浜。ゴールキーパーは森。ディフェンダーは小原、手島、辻本。ミッドフィルダーはサンパイ、山口、三浦、遠藤、反町。フォワードは大島、久保山。352のシステム、サイドから攻撃を組み立てます。この試合に勝利すれば決勝トーナメント出場が決定します。反町さん、前半の45分が始まりました。長いボールを出した。さあ、このフリーキックはチャンスとなります。狙いますよ、要注意です。さあ、セットプレーになります。これが決まった。横浜、開始早々先手を取りました。0-1。VTR が出ます。思い切りのいい強烈なシュートは見ている方と。キックオフです。ここは大きく出します。さあ、入れます。手島、森、山口。面白い、裏のスペースを狙った。横浜、勢いが止まりません。得点を重ねていきます。0-2。リプレイです。キックオフされました。ナジール、パスを出します。スローインです。手島、ここはパスを出す。ロングボール。さあ、こっからですよ。面白い、決まりました。素晴らしいゴールを決めました。0-3。VTR がキックオフです。ナジール、ここは大きく出します。コーナーキック。三浦、反町、来た。見事にゴールネットを揺らしました。0-4。リプレイです。前半から大量得点、この勢いは。キックオフです。ナジール、ここはパス。しかし、反町さん、小原、この人は本当に足が速いんですね。そうですね、彼の活躍次第で試合が大きく動くかもしれませんよ。いや、本当ですね。慎重に運びます。右に大きく出します。遠藤、ここ一番、やはり頼りになります。0-5。
今のゴールシーンです。いやどうなんでしょうこのゴール。タイミング、イメージ、いろんなものが全て合致したんでしょうね。キックオフされました。ナジール、オロフィーナ、ここはパス。ここで前半戦が終了。久保山、今日の試合でなかなかいい動きを見せていますね。いやー調子選手たちが再びピッチ上に姿を見せています。運命の45分後半開始のキックオフです。長いボールを出した。時間は後半の5分が経過しています。横浜大きなリードを奪っています。さらに思い切っていくか、嵐、うん、来た、ジェンダ、後半開始直後、あっという間にゴールを奪いました。1対5。今のプレーをキックオフしました。三浦、遠藤、反町、ここは大きく出します。奪います。三浦、反町、ジェンド、ディフェンスの裏に出した、あーっと決めてきました。さらに得点を追加しました。1対6。今のゴールキックオフされました。アラジ、長いボールを出した。スローインです。大きく逆のスペースへ、面白い、裏を狙った、これは来た、決まりました。また差が開きました。1対7。今のゴールシーン、キックオフです。ナジール、さあボールを大きく出す、ゴールキックです。前へ出します。反町、さあこっからですよ。パスがよくつながります。面白い、あーっと決めてきました。ゲームは消した感があります。1対8。今のプレーをキックオフされました。ワハブ、ここはパス。ロンメル、割って入ります。うん、高いですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り1対8で横浜大量得点でこのゲームを制しています。